ガードですというわけで、やってまいりました。第10回初中級者大会10回ですよ、10回10回もやってるってすごいですよね、というわけで、最初みーちゃんとマインさん、はい、みーちゃんとマインさん、あれラウ対ジェフリー、ラウ対ジェフリー、ラウだったラウですね、はい、みーちゃんラウだ。いやー、豚肉トマトさんが優勝するまで続けるって言って、まあ1年以上はやってる計算、にあ1年近くかも、1年近く、すごいですよね。豚肉さんね、ちょっとずつ上手くなってますからね、しかもね、確実にね、はい、で確実上手くなってきたところで、はい、今遊びを覚え始めましたよね、また。なるほど、危ないところに入ってるっていう。じゃあ1回戦の、1P 側がマインさんのジェフリー、 2P 側がミーちゃんのラウ、投票土曜どっちもどっちっすね、これは。ファイト1、レディーゴー。ラウはもう中間距離で攻めたいんですけど、対等率ですからね。これジェフリーはもう小膝見てやって、固まったら投げみたいな、もうとりあえず膝が、はい、小膝が当たったらダウン追い打ちしようみたいな、そんなんでダメージを取っていくっていう、はい、そんな。さあマインさんが、あー下段、あれしょうがないっす、はいはい、30代過ぎると見にくくなるんで ね、はい、投げいい段決まってますね。わー惜しい、まあ、ある意味つながってる、はい、いいっすよ。いやいいっすね、最後削り下段。マインさん確かタイムアタックとかそういうので触ってはいたらしいですね。いや、いいスプラ、いいヘリですね、半分持ってく、いいっすよ、シャカバン、あー潰された、あラッキー、兄ちゃんもうまく拾ってく、おさあ元に戻して、さあ、いや、いい、おーマニアック、死んでない、あーいいよ、うわー惜しかった、下段投げちょっと距離があったんでむずいですけど、あれ迷いましたね、はい、いいでしょ、正解は小膝だったんですかね。今は一応下段角なんで、前ダッシュして下段投げ、ね、下段投げ、はい、さあ肘、デフリーの肘は一応返せるんで、確か、あまあね、最後だけですよね、使える、いやいいですよ、小膝としたら、さあ膝、いやいいですよ、音聞いてますね、はい、これは、はい、さあ2-2マッチポイント、いやいいですよ、仕込みの、そうガードされるようになったら投げてたんですけど、あちょっと見つめましたね、さあアッパー強制起こし、はい、厳しい、きつい、あっいいですよ、わかんないよこれ、まあ迷ったら中断させとけっていうゲームですからね、はい、あっとまだ残るよこれ、あ残んなかったですね、あさあてみーちゃん勝利、はい、じゃあとんかつと醤油来ましたね、来ましたね、この、はい、このあと2週間後に BT 杯を控えているというのに、はい、これチームメイトはどういう心境で見るんですかね。さあとんかつさんのチームメイトの方、はい、今とんかつさんは 3TV やってます、はい、今日チームメイト今日来てますからね、 FS やりに、チームメイト誰、確かバスター、今日来てんのはエンタンっていうか、エンタンと一緒なんだ、九州ですね。じゃあ 1P 側が庄屋さんから、 2P 側がとんかつのジャッキー、まあ、FS と同じキャラ使ってますからねこいつら。いやいいっすよ、いいエルボスピン、でもやってることは FS と全く違いますからねこれ、だいぶね使う技がね違うんですよ、スラントとか弱いんで、裏剣とか、いいですよ、とんかつさんいいですよ、とんかつさんいいですね、ワンピー側が、庄屋サラ、そして、FS でも有名なトンカツジャッキー、トンカツジャッキー、いいですよ、解消が、いや惜しかった、前が離れてた、まあ、前回の集中級者大会だよね、はい、まさかの東京ジャッキー、東京ジャッキー、いや今のね、LP 良かったんですけどね、ファイトレディーゴー、おぉ、解消だ、さあ、ダウン、そうなんですね、FSやってると投げがね、発動しないっていうのがあるんで、そうなんですね、
ちょっと初です。あれもね、FPS 裏剣打っちゃうと、FPS の裏剣強いらしいんだよ。はい、いいでしょ。そう、中間距離ハンマーも置いてって。まあ、翔也さん結構やってますからね。やばいやばいやばい。強気だよ強気だよ。おお、逆に強気に来た。厳しいなこれ。スエローがきつい。あれ。翔也さんの勝利ですね。翔也さんの勝利。まあ、やっぱもうちょっとやり込まないと。さすがに。ビートルハイ終わったらやり込んでください。楽しみにしてるんで。はい。岩倉山子夫。いやちょうど16人でもなんか前回もちょうど16人だったような気がするんだけど。あ、本当ですか。さあ、宝したいラウ。さあ、今日の参加選手、みーちゃん、マイン、とんかつ庄屋、岩倉山子夫、片始めパッツン、豚肉トマト、かぶ、里見飯店、ミルキーローズ、ピザ、R1、モサリ、松崎。なるほど。え、いいの？ピザでいいの？これ。ピザになってる。ピザになってる。まあピザでいいんじゃないですか。ハンダコンいらなくないと思うけど、まあ。さあ、1P 側が山岡さんのラウ、1P 側が岩倉さんの高嵐で。山岡さんがね、今週でまた九州帰ってしまうのでね。あ、そうなんですか。まあ山岡さん。じっくり 見れるのも、はい、今週まで、まあ、また近々来てくれると思いますけどね。さあ1本目が山子、はい、これね、だからですね、終わってるんですよ。あ、終わってるんですか。割と終わってる。里山さんだったら、後ろ、反対側で叫んでるレベルみたいな。もうなんかアクションと里山さんがやってるのを見て、俺も攻略を考えたんですけど、何もない、何もないっていう。もう体内で頑張って打つしかねえじゃんっていう。文芸にするしかないよ。あれ、どうでした。あれ、はい、でもまあまあまあ、そうでもまあ、はい、まあ、それはあの上級者同士でやればっていう話ですよね、はい、ただ、シャドウ PVP とかを使われると、もう高橋、本当にきついですよ。あ、これとシャドウだけでかなりきついんで。あ、いいですよ、スタジオ大統領。ああ、もう中段振ってこうみたいな、 そんな感じ。さあ、ダーゲットール。あれがきついですね。あれきついか。おっと、あー、やっちゃう。そのお見合いはちょっともったいなかった。いいですか。ピーピーマイピー、あれ強いですからね。さあ、勝ったのは、岩倉。片始めとパッツン。でもなんかあれね、アチョ、はい、今度大会あるんでしょ。4月14日、あとで宣伝しようかなと、須崎太郎さんにしといてくれるとありがたいんですよ。はい、だんだんこうね、バーチャスリー TV 置いてる人が増えてきて、ね、はい、九州にも増えないかなっていう。この間京都、まあ、この間とか3週連続ぐらい行ってんですけど、ああ、まあまあ人もいて楽しかったですね。はい、それすごい、はい、あと朝まで飲めたんで楽しかったです。あ、そこ美味しいもんね朝。はい、さあ、高嵐が、高嵐片始め、はい、パッツン、パッツンですね。パッツン来ました。同じバンドメンバーのね、京子、ね、さんは抜けてますからね。抜けないとこっすね。やばいよ。お、あ、お、強引に追いつきに行く。強引する。ああいうのね、使われるとね、まあまあきついですよね。あ、強い。迷いないっすね。いや、ほんとね、2択が強いキャラは迷ったら負けなんで、逆に。まあ、まあね、まあある意味画面を見ない方が強いっていうのもありますよね。多少見つつみたいなのは強いっすよ、やっぱ。いや、いいよ。さあ、ちょっと飲まれてますね。飲まれてますね、はい、これ。これね、出す技がね、かなりスカってんすよね。スカしてるのの技で、こういうのとかも。これはきついっすね。噛み合ってない感が、あ、専用投げ。後ろにはいかないんですよね、はい、これ。いいでしょ。おー、すごいの出てた。おっと、出た。
あ、そういう感じですか。はい、高梨ね、昇竜勝利とか入るんだ。あ、新装からの大学士ね。そう、これ踏まれちゃうんですよね、あのお手すると。うわ、投げれない。魂、あ、落ちなかった。あ、うわ、叩き込み。あらら、だいぶマニアックな話。いや、まあ高梨に対してはね、慣れてないと何されてるか分かんないっていうのはあるので、ちょっとパツン飲まれちゃいましたね。2回戦高梨対高梨ってやばいですね、まだレアな。というわけで、あ、来ましたね、豚肉トマトとカブ。はい、え、カブ、カブくん、カブくん、あ、れ、カブくんは、いや、わかんないです。ああ、座ってますもん。ああ、座ってるか。じゃあ、ワンピーカーがカブくん。はい、さあ、ついに出現、砂漠で砂漠で、なんで砂漠なんだろう、今わからないですね。ファイト1、レディー、ゴー。今日何を見せてくれるんですかね、楽しみですね。いや、飛んじゃってる。いいでしょ、この前回からの1ヶ月、さあ、何を覚えてきたかっていうのが注目ですけども。とりあえず、カブ君はいいですね、まっすぐな感じで、いや、いいですね、リモン使って攻めてるのはすごくいいですね。レディーゴー。いいでしょ。さあ、1ヶ月の修行の成果が出るか。めっちゃ押されてるけどめっちゃ刺さってるけど大丈夫かなこれ。何かやりたいのがあるのかな。いや、ちょうどね、技打ってるので当たってるんですよね。噛み合ってる。さあ、飲んだ。もうそれ死ぬから今はもう一回飲んだら死ぬから。ファイト3、レディーゴー。いや、いいでしょ。あれちょっとこれちょっとやばいよ。豚肉さん、お、よけた。豚肉さん、豚肉さん、いや、いいっすよ。まだいけるよ、これもう13杯飲んでるからね。いや、いいっすよ。飲んで、飲んで、これで15杯。おっと、やばい。あれ、あれ、やばいぞ。めっちゃ減った。長く、長く、あー、さすがに展開についていけず。勝ったな、カブくん。第11回確定ですね。来月もやります。はい、え、てかなんだろう、なんか、ね、今日ちょっといいとこがなかったですね。今日ちょっといいとこがなかった。まあ、そういう日もありますからね。まあ、いいところといえば15杯飲めたと。そうですね、今日も酒は進んだということで。じゃあ、里見飯店がワンピガー、ツピガーがミルキーローズ。じゃあ、はい、道場か。あ、道場で普通の姿勢ですね。さあ、里見飯店、はい、が、里見飯店があれですね、白い方、はい、うん、デフォルトカラーの方ですね。あ、そうか、デフォルトそっちか。はい、デフォルト白っすね。デフォルト白なんだ。はい、思いっきりがいい。いや、いいですよ。あ、DDT 今のはかなりいいですよ。高評価、冷静。今の FS では見れない技なんですね。あれないですよね。あ、ね、天地攻略はないですね。この時強いですからね、あれ60ぐらい減る。さあ、シャガパッから、はい、よく分かってるヘッドスプリングで避ける。さて、前取って、いや、いいですよ、いい投げ。これ強いですよ、本当にこれ強いんで、全然ありですよ。しかも不利がないのはやばいね、あれ、あれね、一振りで。一応不利なんだ。一応、でも一振りの不利って軽量級ピン持ってるから。ああ、そっかそっか、はい、ほとんど中量級だったらゴムみたいなのか。ゴムがボッタしかないし。さあ、電池到落。はい、いいですね。投げがうまいこと決まりましたね。ああ、なたには。さあ、里見飯店が、2回戦進出。ピザとある石来たよ。スピーカーがピザさん、ピザピザさん、ピザ
ニピー側が歩いてたのアキラ。さあ今日は皆さんどんなプレーしてるんですかね。まあこれね、ヤクホガードしたら膝入るんで、最低エルボースピンか PPP はやりたいんですけど、なかなか難しいですからね。このピッツァさんもチームメイトからすると FS やれっていうような。おー、いい思いっきり良かったんですけどね。いや、いいですね。使ったら内角で投げるっていうのは基本なんで。お、うまい。練習してきたっぽい、あそこだけ。あれに削りに行ったら大変なことだった。勝ってるけども、ここだけやりが知ってますね。いいですね。はい、いいよいいよいいよ。いや、いいですね。ヒット確認してる風味。でもまあ2までの鉄三項ってそういう使い方でしたよね。まあそうですね。はい、いつの間にかなんか普通の技になっちゃいましたけど、乗っていく。さあ、膝リーチ。あ、ピザだ。ピザさん、ピザさんだ。今日動きいいっすね。完全にこれ FS ダメなやつですね。はい、うん、おー、いいですね。はい、止まってくれ。落とせるよ、ワンチャン。うわ、迷いがない。あらららら、じゃあ俺にはエルボースピンしかないんだっつって。勝ったな、ピザ。はい、モサリと松崎。あれですね、アキラ側はエルスピあれだけ振り回されたらエルボーガードして自立下がってマホ入れたかったっすね。TP 側が葵の松崎さん、TP 側がモサリさんのウルフ。また妙な組み合わせですね。まあそうですね、なかなか葵使いがいない上にウルフ使いも少ないので、少ないですね、なかなかこの組み合わせは見ないな。まあ、これはね、ウルフ的に言うと、まあショートショルダー打ってればいいかなっていう、ガードしたらショートと投げだけで単価で勝つよっていうプレーできれば。いいスクリーフですね、今のね。青い側は2択に引っかからないように、今細かく攻めつつ下がるとこ下がるっていうプレーをしないといけないんで。うーくと軽いかね、こいつ。単価が違いすぎるんでね、青いとしてはきついですよね。やることほとんど同じなのにね。いや、いいですよ。投げは強いんで、青いも打撃が弱い。はい、減らないですよね。早いんだけど減らない。草薙とかマジで強いんで、はい、いいですよ。OK。そう、青いは最大投げですかね。この頃から、今の最新作まで、下 K プラ G っていう草薙だけは、そうですね、シルク技になってますけど。うわ、リラックスですね。あ、いいですよ。いいよ、あれっぽい、あれっぽい、プロレスしてる。いや、いいですね、ミドル強いから。なんかすごくこの下段と中段の2択を打ち付けてくっていうのがね。はい、おっと、おしゃれ。あれかっこいいですよね。はい、いや、いいですよ、今の。あれ抜けられないよ、ね、あれはキャッチ投げなんで抜けれないですよ。お、横投げ。おっと、ああ、2打目が出なかった。ああ、ロードロー。いい、まだまだ全然いける。惜しい。さあ、いやー、これは抜けられないですね。モサリさん勝利ですね。モサリ勝利、というわけで、みーちゃんと翔也。みーちゃん翔也。でも今日わかんないですね。今日はわかんないですね。今日はいい感じで割れてますね。はい、ああ、さっき16連勝したのは僕ですね。はい、あ、ウルフはウルフだけど、ええ、さあ、サラ対ラウ、ステージどうするんですかね。おー、なるほど、バンリバンリ、リングアウトしづらいステージを取れましたね。ファイト1、レディー、ゴー。
一人が空くと多分ラウンは強いんで、じゃあいいですよ会長が。攻めて方がいい。いやいいですね。庄屋さんいいですね。いいですね。ジャックナイフうまいこと当たってますね。今日本当誰が抜けてもおかしくはない。そうですね。はい。中で、ちゃんとみんなそれぞれのキャラの性能を生かした感じでね。さあ、いいおしゃれ。ギリギリの範囲外から。ああ、ゲーター2発。ね、ロックだったと思うんですよね。コマンドミスで出ちゃいましたね。ただローキック出すのがまずむずいんで、あ、訳がわからないよっていうことになってるんで、ね、ただのローキックを出すのがむずいですね。立ち状態から出ないんですよね、すぐは。いいですよ。いや、いいですね。うろめかして中断。レディーゴー。さあ、ラウンド5。おお、素晴らしい。減るな、これ。はい、ミドルカウンターからのダウンを誘致で、下段中心に攻めていく。これは残ったぞ。どう？さあどうする？残り10秒ミドル。庄屋さん勝利。岩倉と片締め、あ、高嵐ですね。両者高嵐。あとこれで残ってるのがで高嵐、アキラ、パイ、ジャッキー、ウルフと。ウルフ残ってるんですね。ああ、珍しいですね。影がいない。はい、まあ、影ね、難しいですからね。本当に強くなると思ったら。でもなんか初中級レベルだったらピーク捨てりゃいいじゃねっていうような考え。まあそれもありですけど、ダウン取れる技が少ないから、だったらジャッキーとかの方が楽ですね。落ち着けるんでダウン取って。土俵でやる。これね、高橋限定コムとかいろいろあるんですよ。高橋対高橋、知ってるかどうか。 1P 側の片締め、 2P 側の 2P カラーが、岩倉。あ、下段2発。さあまずはこう岩倉が押していく。はい、これどうすんの、何を当てていくの。高嵐どうして。いや、高嵐対高嵐は何ガードしてるのも内角なんで、あ、ガード固めつつ前々ピーで攻めるみたいな。あ、なるべくローリスク、はい、ローリスクをいかないと投げられてしまうと。大体の技は内角なんで、投げは合掌ひねりを必ず受けないと大変なことになる。あ、あれは後ろ前？後ろ前です。あ、後ろ前か。ここは甘酢選手だね。しゃがみ状態から猛攻。おお、かっこいい。よーく掴んだ。ストレート、ストレートで勝利。岩倉おめでとう。カブとサオトミ判定。ゲームオーバー。さあ、アキラ対パイ。アキラ対パイですね。結構ステージ重要かなと思いますけど、狭いステージだとアキラの方が多分強いです。ああ、土俵とかやんない方がいいと思う。そして登場。はい、ファイト1レディーゴー。カブさんね、いいヤコとリモ打ってんすよね。それをうまくガードして2択かけていけるかどうか。いいですね、投げ分けですね。ああいう迷いのないリモン役はやっぱ重要ですね。強いですね。うん、発生10とかなんじゃないの、この技。ここは素晴らしい。はい、おっと、削れない。まだあるぞ、一発があればなんとかなる。あ、ガード、落ちた。確定っぽいぞ、これ。ちょっと、今ね、そこで迷ってしまったかなって、リモン出せればっていうところですけど。さあ、そして取り返していく。いいですね。DDT。
あ、よくアウトした。残った、またまた、おお、確定ですね。はい、確定。この時は約は膝角なんで15まで入る。そうなんだよね、はい、FS と違って FS は約を打とうっていうゲームだけど、はい、これなるべくリモンを打とうっていうゲームなんで、約、ね、は勝負ですからね。もういいですね、アキラはね、ちょっとね、約でだいぶ攻めてんで、投げも狙ってもいいかもしれないですね。いやー、いいですよ、めっちゃ打ってたよ。レディーゴー、いいですね、いい猛攻。マニアックな投げ、マイマイ、はい、マイマイ投げですね。ほぼ入んなかったですね。ミドルか、ゲームをされた最後は。さあ、富見判定勝利。ピザとモサリ、まあ、パイはヤクをガードしたら K が確定するんで、おお、足位置でコンボ変えなきゃいけないですけど、 KPPK か KKP だよ。 K って生 K？ 生 K。 ああ、それで打っちゃうんだ。ウルフ対ジャッケ、思いっきりエルボースピンのいいエルボースピン打ってくるんで怖いですよね、ウルフとしては。こういういいでしょ、避けて、木田さんの投げが決まる。いや、ちょっといいんですけどね、今のね、もうちょっと詰めて打ちたかったですね。やべえ、これ強いんだよ、この下りの蹴りが強いんですよ。さあ、バズピザ世界に見てますからね。あ、見てます、絶対見てると思います。いいですよ、追い越したいですね、惜しいですね、今の世界2位が見てるとなれば、はい、あんまり、はい、あ、同じ地元としてピザさんもね、はい、あ、おっ、ちょっとサボりましたね、回復をね。ファイト3レディーゴー。おお、キャッチ投げ、はい、投げに行ったんですけどね、飛んでましたね、迷いがない、お互い迷いがない、はい、あ、こういう初中空射大会いいですね。いいですね、はい、フレームとか理論とか後からついてくるんだよって言ってやりたい技をやっていく、そうですね、うん、それ重要ですね。さあ、ピザファイト4レディーゴー、負けるんですね、やばいやばい、よろけたところを肘系で、はい、さあ、あっという間に、そう、ミドル、これ置き攻めでまだ全然ありますからね、出す、出したしかも迷いがない、ビレーでもなんでもないってやつですね、なんでもない、ただケースひたすらこすってますね。さあ、勝ったのはピザ、はい、じゃあ準決勝、翔也と岩倉、今日は本当誰が勝ってもおかしくないですね、もう今のところは分かんないですね、はい、これすいません、世界2位から電話来たんですけど、あ、後でかけ直します、はい、なんかすげえなってんだけど、ちょっと出るか、あ、で、さ、まず、はい、まず、翔也のサラと岩倉高原さん、さすがに今ね、怖かったですね、はい、電話鳴ってるって言って、はい、サトヤンって書いてあるのはちょっと震えました、はい、いや、前のチビタみたいなやつかと思いました、まじ当たってんじゃねえぞっつって。さあ、翔太が一本取って、もうね、あの、ジャックナイフサイドって好き
があんまないし実は。あ、そうなんですか。そうなんですよ。フリフトが投げるしかないんで意外とめんどくさいですね、あれやれると。いや、いいですね。踏んでいけない。塩谷さん、今日硬いですね。いいですね、はい。あんまり無理しない、牽制技を打たない、ね、しっかりガード固めて、しっかりカッチリ返していく。おっと、キャッチ投げ苦しい。おっと、いやー、苦しいぞ、これは。ワンチャンス来たら掴んでいきたい高原だけど、ね、足長えな、このキャラ。いけるよ。あっ、サマー、最後はサマー。やりたかっただけ。さあ、決勝進出。さあ、庄屋さんの皿がいった。さとみ飯店とピザ。でもあのタイミングで世界2位から電話かかってきたってことは確実見てますね。どうなんすかね。なんか今日 FS もいるんで、うん、誰かいんのみたいなやつかもしれないですね。あ、意外と忙しいと思うんで、あの人も。さあ、1P 側がサトミ判定、はい、2P 側がピザ。さあ、どうなるか。サトミ判定さんね、ジャッキー戦結構やってると思うんで、慣れてると思うんですよ。ジャッキー結構いますからね。いますからね、はい。最近あの、はい、うん、北口ジャッキーが忙しいからあんま来てないですけど、ね、あ、そうですね、それでも、はい、まあ、ジャッキーは豊富ですからね、ジャッキーいますからね、はい、おー、里見飯店さん、これ好きですね、はい、あれね、下段読んだらマジでありなんで、リスクが少ないんで、いやー、いいよ、今のかなりいいですね。お前、最速で打撃打てねえんだろっつって。あー、クーを切る。はい、よ、まさにビッグ。さあ、膝さんね、頑張ってガードして2択かけたいですね、エルボースピンで、はい、いや、厳しい、よくガードした、はい、さあ、これどうなるか。膝さん、思いっきりいいな、そこでリースト入れるかね、はい、何もないから、はい、あそこはおとなしくするしかない、はい、もうガードしちゃったらもう何もないですね。何もないですね。あの影とかだとP打てば何とかなるんですけど、軽量級 P 持ってれば。いやー、大人ですね。ファイストでしたね。さあ、膝さん、エルボスピンバレてきてる。これの4年後にあのパクサオとかいうわけわかんないもんがあって、ああいう攻めができなくなりましたけどね。さあ、肘、いいぞ。さあ、膝が、はい、どうだ、膝、うわー、浮いた、危ねー、はい、投げが早かったんですね、今ね。まだ空中にいる時に投げ入れちゃったんで、今ワンチャン3分の1持ってかれてますもんね、はい、いいですよ。伊藤さん、下盤頑張ってこするようになりましたね。さあ、これで両者体力が同じぐらい、はい、そして前投げが入る。さあ、どうですかね。ちょっと、はい、うわー、あ、膝、おっと、どうだ、どうだこれ、残り3秒、あ、攻める、伊藤さん、伊藤さん、危ない、決勝審査、膝、はい、あ、ピザいやー、これ悔しいな、里見さん。そうっすね。さあ、決勝、庄屋とピザ。まさかの。あー、このカードになるか。意外だったな。そうですね。パッツンが上がってくるかなと思ってたんですけど。パッツン、みーちゃん、どっちかかなみたいな、はい、とんかつか、まあ、やってますからね、ちょっとは。あ、でも本当分かんなかったな。今日は本当に予想がしづらいですね。これあれですね、トカルチョとかブックメーカー大荒れですね。やばいです。あ、やばいですね、はい、さあ、ワンピーが決勝戦です。ワンピーが勝やっとるとピザ。皆さん、いいエルボー打ったの今。
これね、お互いね、あんま近づかないスタイルなんでドンドンみたいになるから、そうなるとやっぱパンチとか絡めて攻めた方が強いんで、返し技、うわうわうわバレてんだよっつって、ここで庄屋さんが抜けてしまうと、はいはい、初中級者にサラ使いがいないので、サラが近く、まあ、ね、はい、見れなくなるっていうのがちょっと残念ですが、はい、まあ一歩目、庄屋、まあまあ、今の投げね、最後良かったですね、強気でいったのは。いいですよ、いや素晴らしい。でも伊沢さんも FS 以降、はい、あ、サラ使いなんで多少は分かるんじゃねえかなと思う、はい、ね、技がアブしてエルボースピンを最速で打ってるんですよ。おい、うわい、何が見えてた、何が見えてた、いいですよ、たまには出していこう、打ち切りもね、たまには出さないとね、バレちゃうもんね、そう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 、はい、いいでしょ、足投げ強いからね、おっと、良かったんですけどね、今の解消でしたね。なんか動きを見てると今のディレイ相当良かったんですけどね、あの膝さんがそろそろ肘系に飽きてきてる感じがちょっとありますね、はい、もういいよって、さあ、あ、ちょっと空きが見えますよね、こうやっていろんなことをやってみようっていう、はい、いや、そういうのやんなくていいよっていう、とりあえずエルボスピンに集約されてるからって、はいはい、おっと、いい投げ、分かんないか、そうだ、これ残り2秒以上、わー、そうですよ、やるよねさっきもやったもんね、まあまあ時間的には何かで暴れるしかなかったんですけど、はい、まあサマーでもまあ良かったとは思います、はい、これに庄屋さん折れてないのがいいですね、はい、だいぶ厳しい、折れちゃダメだよ庄屋さん、いいよ、あ、いいよいいよ、いいよ、全然いいよ、下段に、あのタイミングで下段っていうね、最後の、まあ、よくありがちなシーンでしたね、だからあれはガードするの難しいので優勝はピザさん、優勝ピザさん、ピザさんは顔出しは大丈夫なんですよね、多分ね、あれどう、顔出し平気、あ、顔出し平気、はい、じゃあ優勝者インタビューしますか、いや、翔也さん惜しかったっすね、惜しかったっすね、はい、うん、少々お待ちください、あ、映りました、映りました、来ましたよ、あ、お、なんかもう調子悪い、そりゃカメラも壊れるよね、こんなの映したらじゃあ今日の第10回初中級者大会優勝者はピザさんです、ありがとうございます、ありがとうございます、どうでしたか今日は、いや悔しいけどさすがにね、もうね、結構出てるからね、言うてもそうなんですよ、はい、ええ、まあでも分かんないなりに頑張りました、いや、エルボースピンを最速で打ててたのがもう勝因、はい、サラの肘ガードしてエルボースピンって最速で打つとサラも何もできないからタッチガードしかないんですよ、あ、それをちゃんと打ててたのが勝因ですね、最後は、いなりそれ言い方変えるとブッパブッパブッパ重要だからジャッキーは、うん、ありがとうございます、しかもサマ2回当たるっていうねいやもうやっぱしょうがねえなと思って、うん、いや絶対今日帰ったら怒られると思うよまあね、世界 にあの方に怒られると思う、あ、なんだよあれっつって、うん、まあ、あの方、まあ、この後呼ばれてるんで、あ、そうなんですか、なんか電話かかってきてたんだけど後で電話しますいや仕方でいいんじゃないですか、いや、さすがに電話しますあ、ちょっと宣伝いいですか、あ、どうぞどうぞ、あの9月に、03の、おーおー、ストリートファイター03の、はいはい、全国大会あるんで、はい、よかったらそちらの場所は分かんないっす、まだ決まってない、いや決まってはいるんだけどちょっと僕は分かんないんで、はい、なるほど、一応バージョンの代わりに全然バージョンの代わりに万全して、はい、まあまあまあそれはツイッターでその辺探せば出るよと、そういうのは、はい、よろしくお願いします、検索すれば、はい、じゃあ皆さんぜひ出てあげてください、ありがとうございました、はい、おめでとうございます、皆さんピザさんでした、じゃあそうですね、僕の方も告知が一応あるんで、ええ、そのままね、須崎太郎さんにお願いされてるんですけど、阿町で4月14日、はい、土曜日、20時スタートかなの TV の大会があります、はいはいはい、で今2台あるんですけど、はい、まあ、2台ともまあまあ人がやってるんで、
まあ盛り上がるんじゃないかなと思うんで、行けたら皆さんぜひ行ってみてください、近くの方は。で場所もね、阿蘇は超いいとこにあって、まあ観光もできるし、ああ商店街もすごいので、あそこで、一応4月14日土曜日、うん、僕は行こうかなと思ってて、 あとゲストでスケルトンさんを誘ったら前向きに行く方向で調整しました。阿蘇はね、本当にね、いい場所ありますからね。そうですね、近くね、錦通りっつって市場もあるし、そう、俺漬物買いました。金が減ったら下でね、増やすこともできますね。まあそうですね、減る人もいると思うけど、はい、一応ね、僕と今のところスケルトンさんには声かけて、 あとゲリラさん、で、あと闇踊りさんはあの暇になってたら行きますみたいな感じなんで、多分暇になるかなっていうと思うんですよね。で何人か東京からも行きたいなと思ってるんで、ぜひ皆さんもよかったら参加してください。告知は以上ですね。はい、というわけで阿蘇、はい、もう常時稼働してんの？常時2台あります。一時期3台ありました。というわけで西の人は阿蘇でやりましょう。そうですね、はい、というわけで、3TV 初中級者大会、はい、でした。あとあれですね、あの30日今月は三角の通常大会は、そうですね、はい、工藤くんの行きますね、はい、工藤くんのね、まあ出張に合わせて開催されるっていうね。そうですね、まあちょうどビートルハイの前なんで人も多いかもしれない。あんま関係ねえかもしれないっていうね。まあかぶってないっすからね。というわけで、はい、あ、そうだ、あと6月9日に世界大会やります、はい、そこだけは予定を開けといてください、はい、皆さんお願いします。夕方からの予定です、はい、夕方6時ぐらいからの開始予定です、はい、そこだけは決まってます、エントリーフォームとか、いろいろ作りたいんですけど、まあ、ちょっとね、BT 杯終わってからですね。そうですね、はい、であとあのできれば前回の大会の感想戦やってないんで、うん、どっかでできれば感想戦もできればなと思ってます。はい、どっかで、はい、なんであれが決まったのかとかっていうのが解説できると思うんで、なんでこれでやれるのかとか、じゃあそれまた、はい、そうですね、やっていきますよ、はい、そうね、いろいろいろね、あるんだよ、いろいろと、忙しいんだよ、こっちも、こっちも忙しいんだよ、今週末分かるぞ、あ、ね、今週末いよいよ、なんで忙しいか分かるぞ、楽しいでしょ、というわけで、じゃあ以上、バーチャルファイター 3TV 集中継者大会でした、はい、ありがとうございました。ファイト2、レディー、ゴー。